い、皆さんこんにちは、釣りしけんちゃんでございます。お久しぶりでございます。もうあっという間にね、1年経ってダイジェストの時期がやってまいりました。あの今年のね、釣りのダイジェストなんですけれどね、あの結局動画もね8本しか今年出せなくって、春先ね足腰調子悪くしてね、結構引きずりましたんでね、まあそれとね、あの両目の手術と治療しましたんでね、なかなか釣りも行けなくってね、最後の方ね、こう坊主もね重なって、なかなかねまともに動画が撮れないようなね、厳しい状況で今年はありました。まあそんなことはいいんですけれどね、まあ来年はね、ちょっとね新しい釣りもね取り入れていこうって考えてるんですよね。これでまたねちょっと動画の本数も増やせたらなというふうには思っております。でも今年ね、年なしも取れましたしね、まあまあそれなりに楽しめたんじゃないかなと思っておりますね。なかなか若い時のようにはね、いきませんね。はい。それではね、拙い動画のね、総集編になりますが、40分でございますんでね、ゆっくりご覧になってください。それでは VTR スタートー、結構古いですよね。よろしくお願いします。今年はね、春から本当にね、足腰の調子が悪くってね、まあなんとかそれでもね、釣りに来たんですよ。まあね、行きたくてしょうがないんでね、舞鶴のね、千歳の方に来ておりますね。今年はここはね、なかなか楽しい釣り場でしたね。何かちょっとね、当たりが、お、来ましたね。おー、久しぶりなんでね、ちょっと焦ってますね。なかなかいい引きしてますね、これね。まあこれね、マダイなんですけど、40センチぐらいのね。なんかとても40センチとは思えないようにね、いい引きしましたね、これ。ここはね、水深がね、ちょっと20メーターちょいありますんでね、なかなかね、楽しめますね、引きをね。久しぶりなんでね、楽しんでますね。ね、非常にいい釣り場なんですけどね、もう船頭さんがね、今年限りで引退しちゃったんでね、もうこの釣り場今閉鎖状態なんですよ。非常に残念ですね。楽しかったのにね、ここ。まあね、長い間お世話になったんでね、ご苦労様という感じですね。お疲れ様でした、本当に。マダイさんじゃねえかよ。もう魚釣ってねえから魚の引きも分かんなくなってんだろうな俺な。日本海では大きいよな。これが太平洋行ったら小さいやな。ハサミハサミ、まあこの日ね、チヌはちょっと釣れなかったんですけどね、まあ、まあなかなかね久しぶりで楽しい一日釣りができました。お土産のねマダイも1枚こうしてね、釣ることができましたんでね、本当にここはねいい釣り場です。魚もね、綺麗ですしね、記念撮影ですね。さあ、次ですけどね、もう6月も半ば過ぎてきましたんでね、今日からね、意外の釣りをやってみたいと。ほんでまたね、千歳に来ております。楽しいですよ、意外。
あの、鳩にいっぱいついてます。小さいのも大きいもの。これですよね。意外ですよね。ちっとも意外じゃない餌ですよね。全然面白くないですね。私のこういうことね。まあまあ、それは、ともかくとしてね、ここにたくさん意外いくらでもありますからね。まだね、今年一匹も血に釣ってないんでね、この時。釣りたいですね、なんとか。なんか気合、あ、来ましたね。いやー、大事にいってますね。やっぱり今年の一匹目なんでね。もう血ぬだってことはこれ確信してますね。まずまずの方みたいですよ。数メートルのね、あの水深をね楽しんであげてますね。ここはね水深があるからこれ楽しいですよね、上げてくるまで。はい、上がってきました。まあまあですね。ああ、大きいわ。うん、まあまああるわこれ。今度はね、意外の丸貝で当たらなくなったんでね、ちょっと大きいのを探してね、これ両貝でね、ふわふわっと落として、この釣りね結構得意なんですよ私ね。これいいんですよ、なかなか面白いですよ。餌取りさえいなければね。まあ備中釣りですよね。やっぱりね、血ぬ釣りはこの気配を感じるってことがね、大事ですよね。なんか来てるんじゃないですか。おっ、あー、いい当たりできましたね。よいしょ。ちょっとこれはね、肩良さそうですよ。よし、チヌですね。楽しいですね。おお。とんばかりやな。お、上がってきましたね。おお、これは行ったんじゃないですか。気配あったもんな。へへへ。
気配あったもんな。やっぱり気配あると釣れるんだね。誰でも釣れる。さあ、またまたね、千歳の方にやってきました。前回もね、意外でね、絶好調で昼までしかやんなかったんですけどね、ええ方釣れましたからね、また今回ね、狙ってやろうということでね、来ております。どうなるでしょうかね。この日ね、ちょっと朝ね、雨も降ってね、荒れていたんでね、ちょっと食い出しがね、若干遅かったんですね。もう昼前ぐらいじゃなかったかなと思います。来ましたね、ええ当たりや。まあ、ほんとここね、肩がいいんですよ、この時期ね。いい釣り場なんですけどね、もう今年で終わりかと思うともう残念でなりません。ちょっとね、大きいみたいですね。年なしかもしれませんね、これ。ああ、巻かれてる。わけのわからん、海藻に。海藻に巻かれましたけど、上がってきました。でかいですね、なかなか。よっしゃ。ああ、大きいの上がったね。ああ、だいぶ大きいわ、これ。よかった。危なかった。こんなに巻かれたら、えらいわ。51やな。よかった。名前ありましたな。よかったわ。釣れて。昼前なんかもう今日あれで終わりかなと思ってた。もう昼でね、終わりかなと思ってた。まさか釣れると思わなかったの。もう絶対終わりやと思ってた。今年初のね、年なしでよかったです。まあね、足腰悪いんで、ケンちゃんね。釣れるだけでもね、マシなのにね。本当にありがとうございました。
ゴジは今年初だ。あ、そうか。うん。これ僕は今年初物だからね、これ。さあ、釣りも終わったらね、その後お楽しみのラーメンですね。今日はね、天下一品に来ております。私ここのラーメンも大好きなんですよ。本当にたまりません。はい、皆さんこんにちは。釣り師ケンちゃんでございます。今日はね、インスタでお知り合いになった S さんという方と、福井県のね、久しぶりですね、これ鶴ヶ湾のね、名護というところの伊方に来ております。ここもね、2000円とね、格安の渡船料で行けるところなんですよ。放牧ランドということなんでね、ちょっと今日は一緒にね、昼ぐらいまで楽しんで釣ろうかなということで来ております。右側に見える方ですね、舳先の方に見える、あの言い方にね、今日は乗ろうかと思います。こういう時はね、お互いがね、釣れるといいですね。片方坊主なんていうこっちゃね、目も当てられませんからね。なんとかね、お互い何匹かずつ釣ってね、気持ちよく帰りたいところですよね、今日はね。さあ、どうでしょうかね。ボラちゃうかな。チヌのような気合もあるけど、ボラのような、ボラがこんだけ走ってるから、ボラですね。わかんないけど、なんかやたらと走るんで、こんな横っ走りするのは、こんな横っ走りチヌなんて、奇特なチヌがいるの。独なチヌや。ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえず初めての釣りはレボードが流れた。よかった。ずいぶん走ったなぁ。さあ、あとは S さんに釣ってもらうだけですよ。どうかな。来ましたね。よかったです。あ、ケンちゃん邪魔ですね。せっかく釣ってるところなのに、これ。あ、よかったです。かけたみたいですね。慣れてますね、やっぱりね。よかった。随分元気やな。おめでとうございます。よかったです。
お互い一匹ずつ取りました。あ、同じぐらいのやつじゃないですか。地合いですよ。今日サナギでしょ。あ、今日これだね。よかったよかったよかった。2人して連続でダブルだからね。この地合いははい、皆さんこんにちは、釣り機ケンちゃんでございます。さあね、今日はね、西舞鶴にあるね、葵に来ております。本当はね、今日ここ来る予定じゃなかったんですけどね、まあいろいろとありまして、この後お話ししますけれど、たくさん言い方はあるんですけどね、もうビリケースに来てるんでね、残り物ですわ私。お、お、来ましたね。よかった。死ぬですね、これはね、おそらく。よし。水深がね、12メーターぐらいだったんですけれどね、浅場なんでね、45ぐらいの死ぬでもいい引きしましたね。まあアクシデントでね、この釣り場に来るようになりましたけど、まあまあ運よくね、以外で1枚拾うことができたんでね、良かったんだかどうだか分かりませんけれど、まあなんとかチヌのね、顔を拝むことができました。よし。ここはね、昔ね、7月によく釣れたんですね。30から40ぐらいのやつがね、40枚50枚とね、青伊藤船さんでね、結構釣らせてもらいましたわ、昔のことですけどね。やっぱりここに来なきゃ始まんねえな。久しぶりだな、北京な。久しぶりにね、北京に来ましたね。え、またちゃんぽんですけれどね、どうせ私の食べるもんって言ったらね、もう30年来こればっか食ってます。でもね、うまいんですね、安いですしね、いいですよ。皆さんもね、いっぺんちょっと舞鶴への釣りの帰りはね、ちょっと立ち寄ってみてください。私はこれニンニクね、たっぷり入れてね、胡椒入れてね、食べるのが大好きなんです。北京についてはね、ケンちゃんのやってるアメブロでもね、何回か紹介しておりますのでね、ぜひちょっと覗いてみてください。いろんな料理があってね、ジンギスカン定食とかね、常連さんには非常に人気があるみたいですよ。やっぱりね、釣りの帰りってね、なぜか汁物ね、ラーメンが食いたくなるんですね。なんででしょうね、これね、未だにこの謎だけは解けないんですけどね。まあとにかく汁物ラーメン食うとね、私は特にこの北京のちゃんぽん食うとね、もう満足してしまうんですね。消化のこともね、忘れてしまいますね。もう面白いもんでね、はい。最近はね、YouTube とかね、アメブロの方でも北京行きましたとかね、報告してくれる方がね、いらっしゃいましてね、非常に私もね、北京仲間としてね、
嬉しく思いますね。もう随分35年も行ってるんですね、私もね。でもうまいです。皆さんもね、ぜひ一度寄ってみてくださいね。出船5時半ですね。この時期ね、ちょっとね、さなぎでいい方が出るっていうことでね、期待を持っての兆候なんですけどね、そううまくいくんでしょうかね、我々のことですからね。彼もね、思いを込めてイカダを見つめておりますね。果たして今日の釣果はね、どうなるんでしょうかね。まあちょこちょこっとずれてね、夜にね、お刺身できるぐらいのが取れたら、もうそれで十分なんですけどね。我々のイカダが見えてきました。いい感じですね、ここね。ものすごい落ちが、よかったですね。これでなんとか坊主は免れてますね。まあこんな時期坊主食らったら嫌ですからね。何やらね、釣れたんでね、偉そうなこと言ってますよね。まあ釣れてしまった後のことなんで何とでも言いますよね。笑っちゃいますよね、自分で見ててね。よかったですね。もう言えるぐらい悩みもしたけどね、やっぱり。まあまあのね、稚魚が釣れましたね。餌はさなぎですね。まあこういうのがね、複数枚かかってくると楽しいんですけどね。これね、フィッシュグリップね、気に入ってしまいましたよ。ね、おっさんながらこんなもん使ってね、ちょっと恥ずかしいんですけどね。なかなかいいですよ、これ。結構ね、近くに行かないとね。1枚目釣れたのがね、やっぱり8時頃でしたからね、いい時間帯に釣れてますよね。ね、チヌの気配もね、あるんですけれどもね、もう一つちょっと餌に食いついてこないというかね、警戒心あるような感じですよね。でもね、チヌいるの分かってますから、ちょっと真剣な顔してやっておりますね。来ましたね。ママの方のような感じしますよね。これはちょっと大きい。でもガッチリかかってるからよく引くな。だいぶ走ってる。ちょっと竿を上げて引っかかりそう。次やな。よく走ったなぁ。おっと、いかんよ、チヌ君、そっち行ったら。こっちだよ。あ、ママや。よいしょ。42、3だな。なに言ったじゃん。これ暴れんな。やったら元気だ。
やったか？来ました。よかった。よし。手当たりやったよ。よかった。ズボッと来たよ。来ましたね。来たね。ああ、ようやく来てよかったです。もう私だけね、釣るなんてそんなの気悪いんでね、なかなかの方が来てくれて本当によかったです。ああ、これだけ肩の荷がね、ちょっと下りましたね。私も頑張れよ。しかしね、そう簡単にはいかないんですよ。もうちょっとのオチが待ってますよ。受けられるからね。そう、ちょっとね、何かの時ちょっと添えるぐらいならいいけど、ずっとは、うん、あのバレるもとに。いや、違うんですよ。何よりも糸が傷んでたんですよ。あ、本当？そうなんです。それは自分がもっと悪いじゃん。どうしようってずっと思ってた。いや、ダメだってそれは。もうすぐ切ってやらないと。たら片付けて終わりだな。よし、やった。ついに来たようですね。もう何時間経ったんでしょうね。ほんでもなんとか一匹ね、小さくてもいいから釣ってもらえればね、嬉しいですね。頑張れよ。ようやく来ましたからね、なんとか釣ってほしいですね。午前中ほどの方ではなさそうですけどね、やっぱり一匹あるとないしじゃね、釣りは全然違いますから、なんとか頑張ってほしいものです。よかった、おめでとう。おめでとう。よかった。もう俺気になってしょうがなかったんだよ。よかったよかった。あ、よかったよかったよ。よかった本当に。もう俺がさ、そのやつ帰ったら気悪いじゃん。ああ、よかった。ああ、よかったよかった。めっちゃ気になってたよ。もう早く釣らんから人にそういうあれをして。ご心配おかけしました。ほんまや。もう俺もう小さくても何でもいいから30ぐらいだな。30ぐらい。うん、待ってね。これ持つだけですか？なんか押さえる？いや、こことか押さえない。これ持ってる。じゃじゃーんって言って、こっち、ここに来てよ。もっと顔近づけない。ここ来ないですよ。やっと釣れましたー。もっと近く、もっと近く。もっと近くだー、うん、もう大げさにやらんとせっかく。それであそこにぼちゃんして。あ、こんちゃん。あ、ケンちゃんさんですよね。ご存知ですか？あの YouTube 見させてもらってます。ああ、そうですか。ありがとうございます。はい、何度か坊主は免れました。疲れた。地獄だな。今日も来ましたよ。ここです。ここですってもう知ってるわな。疲れました。あのペギーについてはね、私ケンちゃんのねアメブロの方にね詳しい記事がいくつか載っておりますので、ね、ぜひそちらの方もご覧くださいね。はい。
ね、やり残したことはね、私の中であるような気がしたんでね、もう一遍ね、今日挑戦しに来ています。さあ、狙い通り釣れるんでしょうかね、果たして。あ、来ましたね。もう何時間ぶりでしょうね。やっとですよ。もうボートかと思ってましたね、正直。型はもう一つな感じがしますけれどね。まあ一匹でもね、来てよかったです。ここね、下サバガのイカだね、水深18メートルなんですよ。まあ私ね、このぐらいの水深あるとね、やりとりもね、ちょっと楽しめてなかなかいいですよね。あんまり深すぎるのもね、浅すぎるのも、私はね、あんまり好みじゃないんでね、ちょうどいいぐらいかなと思っております。もうね、ここから2ヶ月、3ヶ月はね、もう確実に、カズ釣りの時期に突入しますね。この日はね、結局6枚の釣果でしたね。その他のね、活動、1年間のね、いろいろ紹介してみようかと思います。これはね、確か2月の寒い時期でしたけどもね、師匠と一緒にね、真夜中、ワラサギすくいにね、琵琶湖の方へ行った時ですね。結構短時間でね、たくさんすくえましたよ。天ぷらなんかにしたら最高にうまかったですね。楽しかったです。ほんで、これがね、次ですね。琵琶湖セットですね。いろいろなお土産もね、ついでに買ってきました。天ぷら。もちろんこれもいいんですけどね。これがね、ハス子ですね。ハスのね、煮付けですね。ほんで、これが有名な船寿司ですね。そしてね、これがセタシジミね。うまかったですね。これらを堪能しましたね。2月ですね。そしてこれもね、確か2月寒い時期でしたね。アイオイワンの方にね、アサリの潮干狩りにね、行きましたね。師匠ともちろん行ったんですけれどね。なかなか取れないのと、寒くってね。それでもね、このようにしてね、いくらか取ることができました。なかなかしんどくて寒かったです。これだけじゃ寂しいんでね、牡蠣のお土産もね、こうして買ってきましたね。地元のね、美味しいお酒とともにね、いただきました。師匠にね、ちょっとね、落とし込み見せてもらいましたらね、あっという間に一匹釣りましたよ。さすが慣れてますね。そしてこれがね、日本海千歳に行った時ね、春にワカメも取ってきましたね。うまいんですよ、自然のワカメはね、歯ごたえが違います。ゴリゴリしてね、味もあって。そしてね、釣れたチヌもこうしてね、今年は天ぷらとかね、煮付けとか。で、新しくスジメなんかにもしてね、楽しめましたよ。はい、いかがでしたでしょうか。ね、一応ね、年越し釣ったりね、まあそれなりに釣ったりはしてるんですけどね。秋以降ね、風釣りしなかったんで、数は伸びませんでしたね。まあ来年はね、実はね、かかり釣り以外にもね、私フライフィッシングをね、こうやってたんですけど、足悪くしてしまっていけないんでね、渓流は危ないですから。ね。それに代わるね、鳩釣りとかね、新しい釣りをちょっとね、取り入れていこうかということでね、ちょっとこの冬考えていきたいと思いますんでね。また釣りちけんちゃんの方ね、応援の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん来年ね、また、良いお年をお迎えください。また来年もよろしくお願いいたします。それでは、また会いましょう。北京で会うかもしれませんね。